数年前よりは格段に美味しさが上がっていると実感してます。日経トレンディネットコンビニ研究所の津田です。今回は筑前煮対決ということで4人の審査員のコメントを紹介します。それではどうぞ。味が濃くて甘ったるいっていうイメージはありますね。それはなんですよ、やっぱコンビニだからそういう濃い味付けで、そうですね、濃い味付けで、まあ、万人受けする、ちょっと甘めの味付けなのかなっていうイメージはありますね。ピンクパックとかに入ってるのがあるじゃないですか。はい、ああいうのって買ったことってありますか？買ったことはありますけど、まあでもそうですね、まあ、仕事上でとかっていう感じですかね。はい、まあ、栄養士さんとかだとまあ自分で作っちゃうって感じですよね。そうですね、なんか作った方が美味しいかなっていうのはありますね。はい、そうですね、最近は、コンビニの、そういうお惣菜も、品揃えも充実してまして、興味を引くものも、多数あると思います。食べた感想も、数年前よりは格段に美味しさが、上がっていると、実感してます。あのね、ようできてるなって思うものが多いと思うんです。っていうのは、毎日食べてるわけではないので、ただコンビニ行った時に、いや今ってこんないろんなんがあるんやっていう、その種類豊富さ、あとパックに入ったもんばっかりやと思ってたんですけど、こう隣の列のところにはいろんなものが並んでるっていう、今はレトルトが主流なんやっていうのはちょっと感じてはいました。きっと美味しいんやろうなと思って今日は期待してます。あの僕の割と仕事柄、あのそのレトルト食材を使ったなんかアレンジみたいな仕事はたまにあったりするので、まあ、そのコンビニの惣菜にちょっと一アレンジしてちょっと違うおかずにみたいな、あの雑誌の企画とかはあるので、まあ、その都度そういうのは食べてきているので、まあ、普通にあの、まあ、家庭で作るようなあのお惣菜の味に近いっていうのはやっぱり感じて、そんなにこう違和感がないというか、まあ、スーパーのお惣菜とコンビニのお惣菜そんなに違いはないと思います。はい、あと量感もちょうどいいなっていうのがいいと思います。一番はこちらの真ん中のこちらです。はい、その理由はなんか一番手作り感が出てたというか、お家で作ったのとそんなに変わらない感じの味でしたね。はい、濃すぎず甘すぎずみたいな感じでした。あとあの素材の味がちゃんとしたというか、ごぼうの味とか人参の味とか素材の味も感じられました。はい、こんにちは、こちらです。Thank you.
ポーツはつけがたいんですけども、まあ、好みの味付けとしてこちらかなと思いました。はい、まあ、味付けも一番この3点の中では一番しっかりしているように感じました。あと母親の作る筑前煮に味が似てたというのが決め手でしょうか。はい、具体的に甘いのか辛いのか。そうですね、その甘さと辛さのバランスが自分の中では一番好みに近い味付けでした。はい、私が一番美味しいと思ったのはこちらです。理由は、はい、まず大きさの切り方で、ある程度私は野菜がこう存在感があるぐらいのちょっと大きめぐらいが美味しいと思っていて、一番相性が合いました。味付けとかは、はい、実は私の中ではこれが一番椎茸の味が濃い和に近いものなんで、ちょっと中華に寄ってて、こちらはまたちょっと違うというか、でその椎茸だしというイメージのこの和のだしが一番強く感じたので相性が合いました。こちらセブンイレブンさんです。一番美味しかったのはこちらです。真ん中の筑前煮を僕は選ばせていただきました。まあ、理由としてはなんか筑前煮は結構こう家庭料理の定番というか、まあ、お母さんの味というか、家庭の代表の料理なので、まあ、一番、見た目もそうですけど味も結構家庭の味というか、あのご飯に合うちょっと醤油が強めの、そうです、醤油が強めの、 あの筑前煮ですね。で鶏肉も結構ゴロゴロとしていて、あの時のしっとり感もありましたし、あとどの食材もちゃんと食感を味わえたのがいいんじゃないかなと思いましたね。はい、バランスが良かったと思います。